はい、どうもこんにちは、ライムです。今回は12月1日ぐらいですかね、ちょっと遅くなってしまいましたけど、新たに始まったイベントなどについてお話ししていこうかなと思います。まあほとんど雑談みたいなものなので、まあお暇な方はねお付き合いくださいという感じです。でね、前回というか、まあ何回かあったような感じはしますけど、無料ガチャがね1日1回、回せるというところで、今回はね、ミッキーメダルではなく、この目玉のねモーグリ&ソラ2周年の時かな、あれなんだっけ、モーグリか、イラストモーグリを当てると1枚につき1000ジュエルもらえたみたいな、これのね期間長いね、38日、めちゃめちゃ長いです。でこれ一応ソラ EX スピード版のやつですけど、とか一応 EX メダルも出るようなことになっていますので、まあこればっかりは本当に運なので、僕前回何枚だったっけな、全然大したことなかったんですよね僕は。なんですけど、一応これまあ38回チャンスがあって、確定ストッパーが10回、まあだからどんなに運が悪い人でも3枚は最低限、3000ジュエルは要するにもらえるというところなので、まあまあ皆さん忘れずにねやりましょう。これ僕も多分忘れそうになるね、これは。でこれ注意点があって、ちょっと発音があれでしたけど、注意点がありまして、1月の、ね、9日以前にモーグリ&ソラを売却してしまうと、その分のジュエルは配布されないのでご注意くださいとなっているので、これ、ちょっとねボックス圧迫するしちゃうかもしれませんけど、それはねロックかけて、まあ1000ジュエル に変わると思えばまあ1枠2枠ぐらい埋まる分には全然問題ないと思うので、ロックしましょう。これは当たったら即絶対売却しないように、はい、ってところですかね。まあ EX メダル当たるとは言ってもね、今性能的に考えるとちょっと微妙かなと思ったりしますけど、まあフィルカップね、この間ギルド4の縛りでフィルカップ等ありましたけど、フィルカップを考えるとね、ギルド4メダルもまああながち捨てたもんじゃないかなと。これからも多分ハデスカップとフィルカップ並行してやっていくと思うので、この感じ。あとねプラウドモードでもまあ使えるっちゃ使える気がするので、はい、まあ持ってても損はないかなと。そんな感じでプラウドモードの話もしますけど、これもね11月の30日に新たな25クエストが追加されました。報酬ねどんどんね、マジックミラーがすごい安売り感あるんだけど、マジックミラー45枚、剣の魔石に2つ、翼の魔石2つ、神秘の魔石1つというところになっているので、でこれに合わせてですね、プラウドクエスト応援キャンペーンなるものも始まっております。これはプラウドクエストのクリア度ですね、まあ到達報酬としてもらえると。まあ、最大でこれが2500ジュエルかな。これね、まあもちろん皆さんジュエル欲しいと思うんですけど、僕だいぶサボってて、動画にアップしてないところは結構僕はサボる傾向がありましてね、プラウドの動画って考えてみると多分全然やったことないと思うんですけど、プラウドね、500まではやってあるんですけど、そこからね、一切やってなかったから、ちょっと今日から頑張りたいなと思っていて、これ案外ね、これ12月の12日だから、まだ期間あるから余裕じゃんと思ってると、これが案外時間なかったりするんだよね。結構時間かかるしね、プラウド。ちょっとめんどくさいんで、これはね、早め早めにやっておくことをお勧めしますね、これは。空いた時間にまめにね、やっておいた方がいいかなと。でこれね、一応チャレンジは関係ないと思う。チャレンジクリアについては関係なくて、あくまでそこを突破したかどうかなので、まあ本当にねこの報酬だけ1000ジュエルだけ欲しいっていうのは、まあとにかく早く600クエストまで行くことをお勧めしますね。はい、僕も頑張ります。であともう一つがこれだね、12月のコロシアム開幕と。先月のコロシアムどうだったでしょうかね。僕はね結局ね、やっぱりそうなんですよ、プラウドもそうなんですけど、
明日でいいやとか思ってると全然進まないんだよね、コロシアムって。結局ね、自分の限界までやったのを、僕が最後に自分の限界まで登ったのって結構前だよね。もうここ数ヶ月ずっと登ってない気がする、限界まで。もっといけそうな感じあったんだけど、確か200位ぐらいだったかな先月は。はい、なのでまあ、今月こそとりあえず100位以内目指したいかなとは思ってるんですけど、まあ、早め早めにね本当にやんないとって感じです。で、期限としてはプラウドの応援チャレンジが、12月12日で、コロシアムは月末まであるので、まあ、優先順位としてはプラウドモードかなーってやってると、今度コロシアムが全然進まないとみたいなねことになってくるので、まあ皆さんね本当にまめにねこういうのはやった方がいいってことですね、本当に。で、報酬からはですね、トナスターとか新たなね、犬猫それから豚で、次はトナガイですか、トナスターが来ましたけど、で、今月のランキング報酬ね、新たなスキルとしてアタックアップ X3、 もう3が出ちゃったっていう感じなんだけど、敵に与えるダメージを 2.2 倍、うん、まあ 1.2 倍ごとのね刻んできますけど、ちょっとこれねスキル名がね言いにくいっていうのがねある。 XL3 って長えよっていう。でこれ 100% でもないので、発動率がちょっと使いにくいよね。もうなんか 100% になりきっちゃって、 100% 以外のスキルって微妙じゃねっていう、結局微妙なんだよねってところがありまして、これ今回はまあ必須ではないよね。別に必須ではないと思う。 XL3 も多分1月にはねもう普通にアバターボードの中にも入ってくると思うので、別にここ無理してやる必要もぶっちゃけないんだよね。はい、もうちょっとねコロシアムにやりがいというか、それに見合った報酬というかものがあってもいいんじゃないかなとは思うんですけど、あんまり惹かれないね。先月はねルクアタ XL2100% だったかな。だから結構ねレイドとか頑張ってる人にとっては嬉しいというか欲しいスキルでしたけど、これねアタックアップ XL3 はちょっと、欲しがる人も少ないんじゃないかなと思いますね。まあ、瞬間火力だけで言えば他のスキルの中で一番強かったりはしますけど、まあ安定性に欠けるという面でねちょっと使いにくさはある感じです。はい、まあ到達報酬で宝器だったりとか、まああとね普通のランキング報酬でまあアバターだったりとかマジックミラーとかもらえるんで、まあそこそこに頑張りましょうといったところですかね、コロシアムは。で、そして新アバターボードかな、こちらがミッキー&ミニモチーフの冬アバターということで、こんな感じの、まあ冬っぽいですね。なんかね、このね、カチューシャとか、耳がね、大変ディズニーっぽい。クリスマスのディズニー感あふれるって感じだね、これ。なんか本当にディズニーっぽいね、これ。このコス。はい。で、髪型ね、この女子の髪型ね、個人的にはすごく好みです。なので、今回は、中身がですね、アビニエンアタ XL2100% とルックアタ XL2、 これね、これ 100% じゃないからちょっと、別にいらないかなという気がしますね。はい、であとラストリーブ3、まあ、これラストリーブ3はまあ何においてもまあ1枚あると超安心。デッキに1枚入れておくとすごく安心できるので、これはまあ持ってない方はまあ1枚は少なくとも最低限確保しておく必要はありますけど、はい、まあ、逆に言えばねラストリーブデッキに1枚あれば十分なんですけど、1枚入れられるようであれば、まあ、2枚目以降そんなにいらないかなとは思うんですけど、まあ上書き用とかあと使い分け用で取っておくのもまあもちろんありですけどね。はい、って感じです。まあお目当てって言ったらこのアビニエンアタ XL2100% とアバターになってくるのかな。まああと魔石もねもちろん嬉しいですけど、でアバターラック、これセイントミッキーコーデのイヤリングがスキルラックプラス6なので、
はい、顔2で、スキルラックがない方は結構嬉しいかもしれませんね、これは。はい、というような感じで、僕はとりあえず今回はね、男子アバターパスしようかなと思ってるんですけど、ちょっとね、年末年始に出てくるアバターボードもきっとね、きっといいアバターボード出てくると思うので、あえてここで使う必要もないのかなっていう気はしますけどね。まあ、魔石確保、ガチ勢の方はね、まあ、とにかく、まあ、魔石ゲットのためにこれはもう買うんでしょうけど、ね、中身関係なく、とりあえずアバターボードは買ってくって人、買ってくっていうのは多分ね、ガチ勢だと思うんですけど、僕は最近ね、ジュエルちょっと気にし始めたので、例の、あれの動画でね、あれのガチャのせいでね、ちょっと気にし始めたんですけど、男子アバターはちょっと買えないかな。はい。で、これか、これね、これ結構衝撃だったんですけど、そう、この話もしてなかったんだね。あの EX メダルがストッパー15で復刻。これね、よりにもよってというか、シオン EX の最終日にこちらを一緒に出してきたんですよ。まあ皆さんご存知の通りでしょうけど、カイリー EX がね、15回目で確定と。まあ、天井付きってことですよ、要するに。ね、あと、陸 EX、マールシャ EX、ソラ陸 EX と。まあこれは、属性違いの同じメダルですね。これが第3世代の EX になるのかな。こいつらね、正直、カイリー EX 以外のこの下の3枚はね、正直全然いらないよね。この3枚はね、本当に活躍の機会が少なかった。僕確かリック EX 出るまで回すはやったと思うんですけど、ね。リック EX も本当その時だけでしたね。その月だけ。その月のハイスコアとか、コロシアムでちょっと使えたかなぐらい。で、それ以降、めっきりですね、これ。これ仮にリック EX バイリスこれいくつだっけ9.53 倍だもんね。今もう10倍切っちゃってるってのはもう弱いもん。弱い。で、能力もね、デバフでしょ？一旦の間、4段階デバフだよね。で、これね、カウントプラスが出る前だったから強かったっていうのもあったんだけど、一旦で、カウント1で敵の防御、デバフを4段階まで入れられるっていうところで凄みがあったんだけど、今、カイリー X とか出ちゃったから、カイリー X がね、カウントプラス入れつつ、防御デバフ3段階ダウンなんだよね、確か。そうだよね、そう。で、全属性防御4段階デバフもついてるから、もう、どこをどう見ても完全上位互換なんだよね、カイリー X が。まあ、攻撃メダルではないもののね、もうカイリー X で十分すぎちゃうので、まあ、正直これさ、この4つで、下は本当に低い必要ないよね。カイリー X でしょ、どう考えてもこれ。誰がどう見ても、性能で言えば。って感じなんですよ。でね、シオン EX と被せてきたか、まさか被せてくるとは思わなかったんだけど。うん。って感じですね。はい。まあ、持ってない方はカイリー X もちろん全力でしょうけど、多分カイリー X 持ってなかった方は、シオン EX で結構ガチャ回しちゃったんじゃないかなと思うので、ちょっとお財布に厳しいですね。だいぶ。はい。これどうなのかな？年末年始にも復刻したりすんのかな？もしくは、カイリー X はちょっとベクトルが違うけど、カイリー X 並みに強いバフメダルを出してくるか、みたいなことが考えられますね、年末年始。このタイミングでね、まさか出してくるとは思わなかったんだけど。うん。てか、うん、そうだね、天井確定まで早かったね。誰かさんの要望が通ったと思えばいいのだろうけど、思えばいいのかな。ね、なんかこのペースでいくとシオン EX もね、多分本当に年末年始早ければもう1月には多分来るんじゃないかなと思うんですけど、確定ドローね、確定ドローっていうか15回目の天井のドロー来るんじゃないかなと思うので、シオン EX とかもね、全然焦る必要なくなっちゃいましたね。まあもう引けないですけど、はい、ってところですかね。
まあ、レイドもね、月間レイドも新しいものに切り替わりましたけど、今回トナスターがもらえるみたいです。グリーンバージョン、はい。まあ、こちら皆さんね、パテメント頑張っていることでしょう。こちらミッションとかもね、まあレイドミッションとかもあるので、そちらは月間レイドですぐ終わるので、うん、ってところかな、雑談としては。あとこんなイベントが始まってますけど、スノーマン討伐イベント、まあこれ難易度低いのであえて動画も撮りはしませんが、アバターがねとりあえずもらえて難易度星1なので、まあ始めたばかりのね初心者でもすぐクリアできると思うので、まあ、苦戦することもないでしょう。はい。で今日撮ってるのが日曜ですけど、月曜から多分また何かしらイベントはあると思いますので、そちらの動画もね、まあ攻略動画等解説とか撮っていきたいと思いますので、はい、ぜひご興味のある方はそちらもよろしくお願いします。というところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。